Hey everybody, the Reese Wirral here, and welcome back to Yakuza 5, Part 2, Chapter 3, Frozen Raw, is what we are beginning, which is Chapter 3 of Sajima's story. Also, I don't know how this recording is going to go, because I'm currently extracting my audio tracks from my PC recordings, and the reason I decided to record while that's happening is because it takes forever. Extracting audio tracks from AVI files is a pain in the ass because it takes too bloody long. Like, it literally takes about 20 minutes in total. Whereas when I extract audio tracks from any OBS recording, it takes about a minute. Yeah. Maybe not even that. Either way, who is this? Oh wow. What a kind man. Wow. Okay. Mr. Hunter, I guess. Are we gonna find out what he is? Or who he is? Anta ga tosukete kuretan ka. Hidoi toushou da. Mada ugokan hou ga ii. Heta ni ugoku to, toushou buii no soshiki o kizutsukete shimau osore ga aru. Oh dear. Shibaraku ansen ni shite irukoto da. ババはもう一人男がおらんかったか。探しに行かな。わからん男だな。死ぬぞ。仲間が死にかけてるっちゅうのに寝てられへん。おとなしくしていろというのがわからないのか。Oh dear. 素人が雪山に行っても二重遭難するだけだ。面倒事は困る。そのババという男は私が探しに行く。Okay. あんた、今面倒事は困る言うてやないか。山にいるヒグマが人間の味を覚えてしまうと厄介なことになる。人の肉を求めて人里まで狩りに出てくる可能性もあるからな。なんやと。ん、おそらくあんたを襲ったのは通常の倍ほどの大きさのクマだ。そうだろう。確かに相当でかいクマやったが、ほんまにあのクマが人を食うんか。いや、うん、ま、昔そういう噂もあったということだ。ああ。どちらにしてもあんたの仲間が熊の餌になる前に助け出さないと俺が迷惑する。そういうことだ。あんたがここを出ていくのは構わない。だが死ぬならせめて熊の餌にならないところで死んでくれ。そこに着替えを用意してある。古着で悪いが、好きに使うといい。All right. まだ助けてもろた礼を言うとらんかったな。俺は冴島へ。あんたのおかげで死なずに済んだ。おおきに。俺は奥寺だ。奥寺。Okay. We now have access to a hideout. Yay! Oh, there we go. We have Sajima's outfit.
Well, he's in like a green hoodie. A village this deep in the mountains. It's morning already. Has it been a couple hours since I passed out? Mm-hmm. おい、ちょっと。ん？あんただな。今朝この集落に担ぎ込まれたって人は、ちょっと聞きたいことがあるんだが。あんたは、ミシナという、この集落で暮らしてるマタギの代表みたいなもんだ。マタギって、漁師っちゅうことか。いや。ああ。もう最近じゃマタギなんて言葉知らない者も多いだろうがな。ここは昭和の前からマタギを生業とし生活している連中の古い集落なんだ。それで俺に聞きたいことっちゅうのは。ああそれなんだが、またあの新入りがやらかすんじゃないかと思ってな。新入りって誰や。奥寺だよ。あんたを担ぎ込んできたあの。ああ。奥寺班が新入り。ああ。あんたは知らんのかもしれないが、あの奥寺ってやつは、この集落に突然やってきた流れ者だ。10年ぐらい前に遭難しているところを、この集落の漁師に助けられ、それ以来マタギの真似事をやってる。うん、俺ら土着のマタギは迷惑してるんだ。It looks like he isn't well liked around here. で、あんたは奥寺藩の何を気にしとるんや。いや、奥寺が今朝また山に入ったって言うんでな。もしかしたら、あの化け物が出たんじゃないかと。化け物？山おろしって言われる。巨大な人食いクマだ。普通のクマの倍くらいの大きさがある。The thing I fought。それでもしかして、俺を襲うたあのクマのことか。何？あんたは山おろしに襲われたのか。あのクマが山おろしなんかどうかはわからんが、おそらくな。奥寺はそのこと知ってるのか。当然や。じゃあやっぱりそれで。こうしちゃいられない。急いで仲間に連絡しないと。え？急にどうしたんや一体。あんたも命が欲しいなら今すぐ家に戻って戸締まりすることだ。間違っても奥寺のこと追いかけたりするんじゃないぞ。いいな。うん。There's been trouble over that man-eating bear between Okadera and the village. Okay. Who am I speaking to? Yo. Anta, Saejima-san da ne. Mm-hmm. Nande ore no namae o? Okudera-san ni tanomarete te na. Moshi 2m chikai o otoko ga shuraku kara dete ikou to shitara, soitsu o tomete kure te na. Tabun.9年前の悲劇を繰り返したくないんだろうよ。うん。9年前の悲劇って何やそれ。山おろしに襲われたんだよこの集落がな。オーケー。山おろしって例の巨大グマにか。ああ当時奥寺さんには同じ家に住んでいたパートナーの佐藤という漁師がいてな。その佐藤が山おろしを追って逆に山おろしにこの集落を襲わせる原因を作っちまったのさ。何やと。9年前のある日佐藤は山おろしの噂を聞きつけ単身狩りに出て行っちまった。そうあの日も吹雪いていた日だったな。それでどうなったんや。狩りは失敗。佐藤は行方不明。後を追いかけた奥寺さんも重傷を負った。そして
悲劇は起こった。Is that why it's not well liked? この集落が襲われたんやね。ああ、不幸中の幸いというべきか。死者こそ出なかったが、家屋という家屋は壊され、備蓄していた食料はすべて山おろしに食い尽くされることになった。この集落で生きるマタギにとっちゃ、冬は恐怖との戦いでな。一年かけて蓄えた食料を失うことは死を意味する。ほんとあの年の冬は生きるか死ぬかの瀬戸際だったよ。ん？そないなことが。それ以来だ。Right. 皆さんがこの集落から孤立するようになったのは。Okay. 毎年冬になると山おろしのことを追いかけて吹雪の強い日に狩りに出かける。So when he found Saejima, he was looking for the bear. He does mean Baba.And Nakadera about Yamaoshi did something brewing.雪山に残してきたままなんや。なるほどな。聞いてた通りの男だな。ん？奥寺さんからもう一つ言われてたんだ。多分あの男は止めても聞かない。ならせめて雪山に裸で飛び込まないよう指導してやってくれとな。なんやと？奥寺さんが？うん。ああ、何の予備知識もなしに突っ込んでいくよりはマシだろうってことだ。で、まずは何から準備したらいいんや。まずは服装だが、あんたは狩りに行くわけじゃない。防寒着としてはとりあえず今の格好でいいだろう。なるほどね。となると、あとは二つ。万が一の時のための食料。それに地図だ。どうやって手に入れたらいい？地図は俺が用意する。問題は食料だ。どこの家も自分のとこで食うのに精一杯だからな。Okay. そらそうやろな。俺が地図を書き上げるまでの間、自分の力で当座の食料を確保してきたらどうだ？事情を話せば分けてくれる人間もいるかもしれない。わかった。なんとかする。Okay, okay. There we go. Looks like there's another house up here. Do, 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 do.Nishina's house? もしかしてあなたが山おろしを見たっていう？ Yep. ああ、そやが、あんたは？私はニシナの妻、ニシナ君代です。ああ、ニシナ's wife。ニシナ？ああ。この集落の代表をしとるマタギのおやすさんの。She must think badly of Akadera too, then. 山に入るおつもりですか？いや、そういうわけはないんやが。もしかして食料をお探しじゃないんですか？ Yes. なんでそう思うんや？9年前のあの日を思い出したんです。今のあなたと同じように、奥寺さん、食料を探し求めていたから。どういうことや？すでに聞いているかもしれませんが、9年前、奥寺さんは友人の漁師さんを追いかけて山へと入っていきました。
Right. でもあの日は数メートル先も見えないような吹雪の日。食料もなしに山に飛び込むのは自殺行為とも言えることでした。それで奥寺藩は食料を探してたんか。ええ。集落を一軒一軒回って頭を下げて。でも誰も流れ者の彼に食料を分けようとはしませんでした。ドゥッシュバックス。主人はよそ者を助ける必要はないと言ったのですが。You're a nice soul. 私はどうしても不備に思えて。Good. あんたが食料を用立てたと。ええ。きっとそうしないと後悔すると思って。これは。なんか、ディアミート。鹿の肉です。今はこれしかありませんが、持って行ってください。せやけど、旦那はんに見つかったらあんたも。うん。大丈夫です。主人には見つからないようにします。Okay, thank you. 本に切る。ありがとう。その代わりと言ってはなんですが、お願いがあります。Sure, what up? 何や。奥寺さんがどうしてあの熊にこだわり続けるのか。I'm assuming it's because his friend. その理由を解かしてもらえませんか。Died? なんでそのようなことを知りたいんや。9年前のあの事件以来、この集落はおかしくなってしまいました。Oh. それまで助け合いながら生きてきた集落のみんなが他人を疑いながら生きるようになってしまった。きっとみんな、あの日の恐怖を忘れられないんです。It wasn't necessarily his fault. ストレスを奥寺さん一人にぶつけるようになってしまったんだと思います。そういうことやったんか。めったに他人に心を開かない奥寺さんが、あなたには心を開いている。きっとあなたなら、奥寺さんの心の闇を晴らせることができるはずです。どうか、この集落に住み着いた9年前の悪夢から、私たちを解放してください。I'll try. します。わかった。俺に何ができるかはわからんが、この恩に答えられるよう、できる限りのことはする。お気をつけて。Thank you. Goodbye. Where am I going? Right, well, we have a map. Well, the map's been made by the dude in the orange. We have Diamet. We should be fine to get out of here. Sup, brother? Hey! Did you get some food? Yeah. Someone was kind enough to share. Glad you hear that.Oh dear, pardon me. I have to confess, I had enough to share myself, but I wanted to see how determined you were. Heh, you were testing me. Sorry about that. But this, your sincerity moves others. I can send you off with confidence now. So, is the map ready? Yep. Here it is. I drew in the overall geography. Stick near the mountain's trailhead today. That should be plenty as a start. Okudera would be around the area?Yeah, he shouldn't be too deep into the wild. Well, you know, probably. Hmm? Anyway, the trailhead area should be enough for you today. If you go back again sometime, the rest of the map could be more useful. Add notes on landmarks and other information, that way you'll get a map of the mountain of your very own. Okay, I get it. First things first, look here on the map. That's the mountain trailhead nearest the village, that's where you go up. When you're returning to the village,That's where you go too. The winding blue line is the river. We call it the Mato River around these parts. If you work your way along, up along the Mato River, you shouldn't get lost. Stay by the river for now. Got it. I appreciate it, Sakurai. Well, that's all I can do for you. Are you going to the mountain now, or do you need time to get ready? Go to the mountain. Yeah, I'm ready for the mountain. Be careful out there, Sajima. Whatever you do, stay close to the river.So basically, just stay close to the river. Simple enough. Especially considering the path is right next to the river. Rescue Baba! Oh.
This cold is brutal. I can feel it down to my bones. Gotta hurry before it drains away my strength. On the mountain, the cold drains your health over time. Restore your health by eating. If your health gets low, open the pause menu and use a health restoring item. Stick by the river for now. Gonna meet up with Okudera somehow. Go! Oh really? You can't move very fast. Why does he move so slowly? Oh my god. Come on, Saijima. Oh wait, that crouches. Oh, okay. It seems I don't actually have to move that far. Or I don't have to go that far. Still sucks. Because of how slow we bloody move. Alright. Just follow this round. There we go. Footprints. These are bear tracks. So close to the village. Oh. Oh dear. Follow them and see where they go. They go pretty damn far. They stop. Oh no, they don't. They continue going. Oh, there's blood. Blood? Was there a bear attack? There's a blood trail. Gotta follow it. Oh dear. Question is, who got attacked? Okudera? Came up quite a ways. Where are you, Baba? Follow the trail and you'll find out. Well, maybe. This is assuming that the bear grabbed Baba. Or Okudera found Baba and then the bear found Baba. Is that them? Hey! Okudera got bit, I think. Oh god. Or did Baba? Baba-chan! Okudera-han! My god, what happened to him? It looks like he got slashed. Oh dear. Great. Alright. Does this happen automatically or do I actually have to take him back? He's walking really slowly. Automatic? Is he automatically back in the village? I hope so. Yeah, okay, good. It's been a while. I've been here a while, but Okudera's still not back. Sunset 2, I'm getting worried. I think that was like Hoppy's okay. Oh, he did get slashed across the face. So you were. あのヒグマをどないしたんや。仕留めたんか。いや、吹雪が強くなってきてな。あれ以上深追いしたら戻ってこれない状態だった。うん。そうか。
集落の人に聞いたんやけど、あんた山下ろしのこととなると人変わるらしいな。山下ろしカルンに人生かけとるって話やけど、なんか理由でもあるんか。狩りってのはな、生きるためにすること、人間の生存本能なんだ。俺たち人間は何千年も前から動物を殺し、その肉を食べて生きてきた。この鍋の肉もそう。俺が買った動物の肉だ。食べるために殺し、殺したから責任を持って食べ尽くす。それが狩猟だ。だが俺にとってあのヒグマは狩るのが目的じゃない。Hey, why? なんなんや。ただの殺戮。俺はあのヒグマを殺すために追いかけているんだ。Did it kill his hunting partner? 思えば人間というのは不思議な生き物だ。That's true. 憎いという理由で人を簡単に殺す。自分が生きるために仕方なくというわけじゃない。だからこそ、それは罪として裁かれるべきことだし、それを償うために刑務所があるんだ。だが人を殺したことを悔い改め、刑務所を出ていく人間はごくわずかだ。ほとんどのやつは自分がやったことは仕方がないことだと割り切り、開き直って生きている。There's always a choice. 殺すというのは食べるための、そして身を守るための殺し以外、全てが勝手なものでしかない。殺人者が何を言おうとただの詭弁に過ぎない、Ooh. ということだ。あんた、俺が刑務所出てきたこと知っとって説教してんのか。